ここは坂出市府中町、県道と府中湖インターチェンジに向かう道の交差点、丸一ファーム前の吉田和弘農園です。ひまわりが広がっていて、道行く人を出迎えてくれています。今日2日も写真撮影をしに来ている方の姿も見られました。今年は去年の5倍のひまわりを植えたという吉田弘明さんにお話を伺いました。世の中が新型コロナウイルスの拡大で非常に暗いので、府中を少しでも明るくしようと思って大規模にひまわりを巻きました。でもこちらはブロッコリー畑なんですよね。あ、そうです、うん、ブロッコリーを栽培するための、緑肥といって、これをやがて粉砕して、土に戻して、保水性と排水性のいい土に、するためにひまわりを栽培しております。去年からひまわりを植え始めていかがですか？地域の人や周りの人が、大変きれいな県、もっと大規模にやってくれいうお声もお聞きしてたので、息子と一緒に、大規模に巻きました。万の巣球場ぐらいはあるかなと思っております。ひまわりは東向きに咲くので、鷲の山の方向に向かって一斉に咲き揃うと思います。ぜひいろんな人に、ね、見てもらいたいですね。はい、そうですね。少しでも、気持ちが明るくなっていただければ幸いかなと思います。ミツバチもお腹いっぱいに蜜を吸っていました。梅雨が明けて1週間ほどするとすぐに刈り取り、ブロッコリー用の栄養分の高い土を作る準備をすることになっています。こちらのひまわりは7月中は楽しめるということです。皆さんもぜひ府中町のひまわりを見に行って元気になってください。